なんだ君か。そうならそうとノックする前に言えよ。一本損したじゃないか。謝ることはないよ。職員室の喫煙コーナーのみで喫煙すべしってきついお達しなんでね。愛煙家には肩身の狭いご時世だ。仕方ないよ。教師になってからだよ。それがどうかしたかい？女がタバコを吸おうが吸うまいが、そんなことは勉学と運動と文化活動に先進すべき成功性には関係ないのではないかね。まあお堅いことを言うつもりはないがね。じゃあ逆に聞くが、君は何のために高等部に進学したんだ？やっぱりただなんとなくか。一番多い答えなんだな、これが。いかんね、近頃の若い者は。って言っても私だって君たちの頃はそんなもんだったがね。教養を身につける？アクセサリーじゃあるまいし、教養なんて身につけて飾り立てるものじゃない。むしろ飾り立てているものがなくなってもそこに残るのが教養だ。私は授業で教養なんて与えちゃいない。知識を伝達しているだけだよ。君がさっき言ってた身につけるってのが知識だ。教養ってやつはその身につけた知識やら経験やらをもとに各人が内部で熟成し作り出すものだろうな。そこは微妙だが、ま、これは私の主観だ。押し付けは嫌いだし、あとは自分で考えてみることだな。何か用でもあったのかい？でもね、安心しろっていうのが医者のコメントだ。今は信じるしかないな。昨日の放課後、教室で倒れていたというのはホームルームで話しただろう。それ以上のことは私も聞かされていない。そんなに心配なのかい？そうだね、私も心配だが、今は回復を待つしかないだろう。担任思いもいいが、
必要以上に心配しない方がいいよ。くんじゃない。別にいようってわけじゃないんだけど、みどりちゃん元気？調べ物？それなら左から4つ目の通りの奥の書棚の向かって右側に植物コーナーがあるから。
どうしたの神岡くん。汗がすごいよ。手じゃなくて額に汗かいてるんだけど、熱でもあるんじゃない？そう、本当に大丈夫？すすむくん！探したよ、すすむくん。うん、本当は麻生さんを探してるんだけどね。すすむくんなら知ってるかと思って。どこ探してもいないんだよね。図書館にいるかと思って行ってみたら改装中だし。うん、今週いっぱいお休みだよ。どうしたの？ところでスムくんさ、今朝のホームルームの時、ペンダントみたいなものを見ていたでしょ。見せてちょうだい。七角形だったでしょ。え、進むくん知らないの？清涼学園に伝わる伝説の七角ペンダント。図書室にもいなかったよ。そっちは？いなかったよ。そうだ、神岡君は？もう私が聞いたよ、知らないって。どこ行ったんだろうね。ところで話を戻すけど、あのペンダントを見せてくれないかな。ペンダント？あ、私も見たい。もしかして清涼学園に言い伝えられているっていう例の。覚えてないの？1年前の事件。千鶴美、その話は。なんでよ、アキちゃんだってあの時。私のは事件と関係なかったじゃない。でも、アキちゃんも被害者だったという可能性は否定されたわけじゃないでしょ。だから、その話はもういいって。
岡くん困ってるよ。え？完璧に忘れてるの？やれやれ、能天気と言いますか、なんと言いますか。無理ないよ。神岡くんはあの事件には何の関係もないんだし、覚えてる人の方が少ないよ、今となっては。そういうもんかな。昔からある清涼学園の七不思議の一つに、主を求めてさまようペンダントっていうのがあるんだ。未来を映し、その所有者の運命を告げるっていう。普通、学校に伝承される七不思議っていうと、災難が訪れるものと異世界を垣間見るものに分けられるんだ。だけどこのペンダントはその両者の混合パターンなんだよね。鼓ってこういうことは詳しいの。